かなといってもね。お、結構重量あるよし。おお、1000円、1000円、200円。今日はですね、餃子の雪松さんですね、餃子直売所っていうのがあります。以前もねテレビとかでね話題になった、全国というか、まあその関東地方で中心に有名な餃子というか老舗餃子屋さんということで、創業昭和15年の群馬の新須、1940年、雪松餃子、戦時中ですね、戦時中の餃子屋さん、戦時中にできた餃子屋さん。ちょっとなんかドキドキしますね。はい、営業中ね。お客様満足度、お土産にしたい、お土産に買いたい餃子、第1位、餃子専門店口コミ人気1位、第1位、お客様満足度第1位、なんかすごいですね。はい、餃子来ました。すごいね、ストック。冷凍生餃子1000円で、特製ダレが1個200円、税込みですね。ご自由にお取りください。全部同じですね。あるわ、すごいストックです。じゃあちょっと失礼します。どれがいいかなと言ってもね。お、結構重量あるぞこれ。おっと。よし。はい。じゃあとりあえずちょっと、あ、そっか。タレも特製タレも忘れなく。よし。おお、やば、結構重量ある。いいね。はい、1000円と200円で、これ作り方ね。あー、こんな感じです。解凍せずに冷凍のまま調理するんですね。はい、じゃあちょっと取ります。専用の袋が、またこれもなんだろうな、すごいなんかいい、シンプルだけどいいかな。なんか保冷パックもありますね、お持ち帰り、ね、気になる方とか特にいいんじゃないですか。芸能人とかね、有名料理人とかプロスポーツの方とかこれを求めて買いに来てるらしいですね。はい、じゃあこれで一旦お家帰ります。はい、お家に帰りました。で、これが、餃子のタレでございます。はい、で、早速ね、調理していこうかなと、思います。ちょっと老舗感のあるIH クッキングヒーターですかね。ちょっと汚くて申し訳ないんですけど、ふらりね書いてますね。フライパンに油を、30cc 引き、火をつけて1分温めます。はい、で、なるべくね、なんか大火力でやってくれって書いてあったので、IH の場合は。どうしようかな。ごま油にしとこうかな。そんなもんか。まあ、1分間温めて、で、そこから、フライパンの火を止め、間隔を空け、餃子を並べますという。で、そこから、
用意した熱油を全て餃子にかけるように上から、かけますということで、まあこれはあれだね、電子レンジかな、1つにね10パックかな入ってます。まあ、これで、まあ、500円ってことですよね。まあ本当に、まあ、値段的にはまあ納得する値段かなと、まあ、ちょっと抵抗がある人がいるかもしれないですけど、まあ量的にはかなり納得な感じですよね。はい、こんな感じになってます。ね、結構大きいですね。すごい、あの、思った以上簡単な作業です。説明書を見るとなんか面倒くさいなと思ったんですけど、非常にまあ油引いて。これだったら1人2人ぐらいかなと、まあ、こんな感じですね。そこのまま いきます。100、そこから蓋を、閉めるということです。蓋を閉めて、でこれがあの5分6分ぐらい温めるようです。アイリーちゃんはちょっとね、加減が大事だと思うんですけど、まあ、ね、やっていきましょう。こちらのこの雪松さんというお店なんですけど、この温泉街にある、あった、ある、お食事処雪松さん、創業昭和、15年のお店なんですよね。で、3代続くこの店は知る人ぞ知る餃子の名店ということですね。まあ、芸能人とかね、このスポーツ選手、有名、料理人など様々な人が訪れるということですね。独特の包み立ての皮はパリッと焼いてあり、もちもち、もちもちとした食感とギュッと締まった野菜系の、この中身ですかね、ジューシーで力強く一度食べたら病みつきになるということですね。だから先ほどのね、あのお客様満足度ですかねとかももう全部1位だったので、やはりそれなりの自信があって、こういう形で販売してるのかなと思います。というわけでね、そろそろいい時間帯になってきました。で、もうそろそろかなと思います。その前にね、この特製とね、タレを、ね、入れていこうかなと思います。開けていきますね。先に切っておこうね。あ、でもこう。ほい。おお。すごいね、いい香りが。すごいいい香りがします。普通の餃子とはまた違った、香りというか、すごい香ばしい香りと、その具の中の匂いが、匂いというか香りがね、すごい立ち込めますね。ちょっとね、非常に楽しみではあるものかなと思います。まあでも悪くはないですね、全然これ自宅で作って、ね、まあ IH なんで火の加減がちょっとね、普通とはちょっと違いますけど、まあ全然悪くはない、感じですね。いただこうかなと思います。その前にね、ちょっとスペシャルゲストがちょっとこちらをね、いただいて、これを飲みながらやっていこうかなと思います。はい。つけて、特製ダレにつけて、いただこうかなと思うわけで。はい。いただきます。うん。あ、うま。肉汁とこのニラの程よい感じが
美味しいですね。あ、結構ね、味わい深い感じです。うん、餃子の皮ってのがやっぱりパリッとしてるのがやっぱ印象的なのと、パリッとしてそっからね、あの肉汁というか中身のこのニラとかの香り風味が、感じて、その後に何だろうな、すごいマイルドな味なのかな、やっぱりそのなんかキャベツとかの感じなのかな、甘みというか、きます。うん、外側パリッと、うん、あ、うまっ。すごいね、あのお酒とご飯と合うということで、ぜひね皆さんトライしてみてください。まあ、詳しくはね概要欄載せてますんで、またぜひ行ってみてください。ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。